炭火でふっくらと焼き上げたうなぎ、秘伝のタレを絡めて焼くと香ばしい匂いが漂います。京都のうなぎ専門店では土用の丑の日を待ちきれず、うな重に舌鼓を打つ人の姿が。久しぶりに食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです、ね、やっぱり最近熱中症とか多いですから、栄養価ね、ちゃんと蓄えて乗り切りたいです。美味しい。この店、土用の丑の日を前に予約が続々と入っているそうですが、実は値段がうなぎのぼり、去年うな重の並を1800円から3000円に上げました。そうか、お知らせが取れか取れないに関わってくるんですけど、ちょっとここ2、3年不良が続いてますね。もうこればっかりはなかなか自然のものなので、なかなか難しいですね。価格が高騰している理由はうなぎの稚魚の不良。養殖のうなぎは稚魚のシラスウナギから育てることが一般的ですが、今年は不良で流通するうなぎの価格も上がっているのです。さらに日本の在来種の日本うなぎは2013年から絶滅危惧種に指定され、そもそもうなぎの食文化を守っていけるのかどうか、これが課題となっています。そんな課題を解決しようとしているのが神戸の練り物製造会社金鉄。カニを使っていないのに、まるで本物のカニのようなかまぼこ、ほぼカニをはじめとしたほぼシリーズが人気の老舗です。日本の夏にうなぎを食べたいという食文化を守りつつ、うなぎも守りたいという思いで開発に着手いたしました。6年前に満を持して商品化されたのが、こちらはほぼうなぎという商品です。一切うなぎを使っていないということなんですが、どんな味がするのか食べてみたいと思います。すごい柔らかくて身がほろほろほどける感じが、全然かまぼことは思えないです。まさにうなぎです。本当？原材料は魚のすり身、うなぎのかば焼き工場で本物のうなぎと同じように3度焼いて仕上げます。ほぼうなぎの場合はあえてその練る工程を少なくして、弾力っていうのを少し抑えめにして、ふわふわ感っていうところを再現しております。再現度の高さはもちろん、小骨がなくて食べやすいと高齢者や子供にも人気。毎年この時期に公式のオンラインストアで販売していますが、現在は売り切れの状態です。来月1日に再販売を予定しているということです。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。